今回はですね、大阪市中央区の JR 大阪環状線森の宮駅から徒歩5分ほどの場所にある激安賃貸アパートを紹介させていただきます。まあ、家賃がね2万5000円、まあ、家賃2万5000円というか、家賃が1万9000円で、管理費共益費が6000円で、合わせて2万5000円で住むことができる物件でして、もちろんね、敷金礼金は必要ないゼロゼロ物件となっておりますよ、というわけでして、これね、大阪環状線に乗って森の宮の駅に入ってまいりましたが、まあ、ご覧の通りね、街並みね、まあ、大きなね、高層ビルが立ち並ぶ、ですね、まあ、高層ビルが立ち並んでて、街並みがね、綺麗ですよ。街並みが綺麗でして、大阪市中央区というわけで、大阪のど真ん中には大阪城があります。大阪城公園がですね、まあ、だからこれね、大阪城公園は駅に隣接してますから、つまりアパートからもう5分ほどね、歩けば、大阪城公園に遊びに行けるというね、なかなか、ですね、便利な立地になってるわけなんですけど、大阪市中央区はですね、まあ、大阪城公園があったり、何でしたっけ、道頓堀とかね、心斎橋とか、あの辺りも大阪の中央区なわけなんですけど、まあ、この森の宮周辺っていうのはですね、あの道頓堀とか中あの心斎橋みたいな繁華街というわけではなしにですね、都心の住宅地ですね。だから、マンションも、まあ、オフィスビルもあるんですけど、マンションがね、いっぱい立ち並んでる、場所でして、あの治安がね、いいって言います。だから、森の宮ネットでね、森の宮の魅力って何ですかってね、検索してみたら、治安はいいから女性の一人暮らしにもおすすめできますよみたいなことが書かれてたりするんで、だからね、なかなか住みよい場所なわけなんですよ。で、住みよいですからね、あのワンルームでも平均の相場ね、森の宮周辺でワンルームの部屋を借りようと思ったら、だいたいね、4万2、3000円はするよって書いてるんですけど、相場としてはですね、今回の物件はですね、2万5000円とね、非常に格安なわけなんですよ。で、格安なんですけどね、5本歩いて到着しましたが、なかなかね、この今回の物件見てもらってますけど、外観は、凝ってるじゃないですか。1階部分ね、なかなか大理石じゃない、大理石でもなんでもないでしょうけど、なんかね、見た目の凝った建物で、ちょっとゴージャスな感じもしますよね。でね、間取りなんですけど、7畳の、ワンルームになっとってですね、ワンルームですから当然部屋の中にキッチンがあったりするんですけど、ね、窓が近くて風通しが良くていいんじゃないですか。ほんでね、窓が2面ありますから、その辺嬉しいですよね。風通しも日当たりも悪くないでしょうし、ユニットバス形式でトイレと風呂が一体型でありまして、まあ小さいながらもクローゼットもありまして、エアコンも装備されてますね。まあ窓式ですけどね、窓掛け式の、エアコンがあってですね、なんか、玄関口もね、ちょっと広々としてて綺麗やないですか。だからね、部屋自体はですね、まあそらベランダがなくてですね、ですね、その辺とか問題があるんですけども、部屋自体ね、住み心地自体はそんな悪くなさそうで、ベランダがないですからね、アパートの敷地内にコインランドリーが設置されてますし、駐輪場もね、一応屋根はないにしてもあるし、なんかほら、入り口のところにね、植木とか植えてあったりして、ちょっとね、なんか外観にも気を使ってる感じじゃないですか。で、横っちょ見たら結構なね、個数ね、結構な部屋数のある建物みたいなんですけど、5階建てで、ですね、どうやらエレベーターはついてないみたいなんですけど、今回紹介するね、その2万5000円、今回紹介した2万5000円の物件はですね、2階部分にあるみたいやから、別に5階建てだろうかなんだろうかね、エレベーターがあろうかなかろうか別に関係ないわけなんですよね。さっきにもう通り過ぎてしまいましたけど、ですね、物件からですね、大通り伝って2分か3分ほど歩けばですね、森の宮病院っていうね、大規模な総合病院がありますから、病気になった時も安心ですし、森の宮団地、UR のね、森の宮団地ってさっき映ってましたけど、あれはですね、なんとね、実は日本初の面開発団地何やそれあ、とにかく普通の団地と違って高層階のね、あの立派な、まあ、建物やないですか。そういうものがあったりですね。で、これピロティーホールがあったり、キューズモールがあったり、ピロティーホールね、ピロティーホール、つまり多目的ホールがあったり、あの情報
大阪城公園にもね、あの電車乗ったあっという間にアクセスできますから、だからそうですね、あの公園とかバンドの追っかけとかですね、アイドルのファンとかの人だってですね、あのこの辺に住んでたらすぐにね、そういう立派な会場にアクセスできますから悪くないでしょうし、でね、キューズモール周辺、キューズモールの中にはですね、ほんまにね、多種多様ないろんなお店が入ってますから、ただここね、食品スーパーとかが、ダイエーグルメシティが、ですね、アパートから500メーターほど行ったところにあると書かれてたんですけど、私ちょっと見つけられなかったんですね。まあ、あるにはあるんですけど、そんなね、食品スーパーとかが充実してるという感じではないですね。ただね、エディオンとかもあってね、まあだから家電製品とかも買えますし、でね、ですね、食品スーパーが充実してるとは言えないですが、その代わりですね、あの外食のお店ね、外食のお店、別に飲み屋とか、飲み屋にかかわらずですね、外食のお店がたくさんありますから、外食派の人間にとってはですね、あの飽きずにね、いろんなとこ回れていいんじゃないでしょうかという感じで、私なんかはね、こういう環境の方が嬉しいわけなんですけど、まあそんなわけでしてね、ここだから、あれですよ、あの大阪城公園があってね、つまり、何ちゅうたらいいんかな。なんならね、これ、東京の千代田区みたいなもんやないですか。皇居があるみたいなもんやないですか。アパートから歩いて行ける距離に、皇居があるみたいなノリでしょ。だから、朝ね、東京の人は皇居ランとかするらしいやないですか。皇居のお堀の周りをぐるぐるぐるって走ったりするらしいですけど、で、こっちもですね、ここに住んでれば、大阪城ランですけど、大阪城のお堀の周りをくるくるくると回ったりできますし、まあ、だから都会でありながら、自然を満喫できる、環境にあってですね、その上ね、このね、中国の森の宮自体が便利なところですけどね、まあ電車に乗れば難波の町までやったら1回乗り換えなきませんけど、10分230円でも難波の町まで行けますし、大阪環状線に乗れば、11分160円で大阪のね、梅田の駅の方にも行けるというね、非常に便利な立地なわけなんですよ。これ年を取ってこういうところに住むっていうのもいいでしょうね。だから年取ったらね、やっぱりみんなもう都会は疲れるから、ちょっと郊外の方に引っ越そうかなみたいなこと言うじゃないですか。でも郊外の方引っ越すのもですね、その簡単にね、若けりゃ多少ね、不便なところでも、えっちらおっちら自転車こいだり、バイク乗ったりね、自動車乗ったりで、ね、多少不便なところでも また困らないですけど、年取ったらこそね、やっぱり便利でね、自動車とかそういうとあまり歩いたりね、自動車とかに頼らんでもいいと、都心に住んだ方がいいみたいな考え方もあるじゃないですか。ただ年取ってくるとそういう自然がないと嫌っていうのがあるんでしょうね。年取ったらやっぱり自然があるところに行きたいなっていうのがあるじゃないですか。このね、森の宮ならですよ、ですね、歩いて5分の場所に大阪城公園というね、もう緑いっぱいの自然の場所があって、それでいてね、便利な都心で、ほんでね、めんどくさい、自炊もせんでいい、王将来ましたよ、王将。また王将かよというわけなんですけどね。もう、こういうね、自炊もせんでいい、何でしたっけ、外食の店も充実しとって、ほんで、もしね、そんな都心での生活をね、ですね、年取った後も維持しようと思ったらしんどいですよ。年金の額もね、どんどん減らされていくでしょうから、それでね、5万、6万のね、家賃を払い続けて、都心に住むというのはしんどいですけど、2万5000円ならいいじゃないですか。というか、大阪ならね、3万も出しゃあね、都心でもね、なんとかかんとか、住める、物件があってですね、まあ、そこやったら年取った後でもですね、大阪の便利な場所で住めるっていうのは、これ心強い話じゃないですか。というか、何の話なのかよくわかんないですけどね。まあ、ほんまそういうわけでして、今回の物件もですね、ほんまに、落ち着いたところでね、都心でありながら治安が良くてね、落ち着いた環境でね、こんなご機嫌な大阪王将じゃあ餃子の王将に行けるという、まあ、しかし毎回思うんですが、このアングルは何でしょうね。これは自分が食ってる時はね、カメラの目線が横の方にそれてしまうというね。でもね、このね、大阪王将じゃあ王将のラーメンね、王将ラーメンなんですけど、これほんまにね、スタンダードな味というか、なんというかですね、これが基本になる味ですよね。何が基本になる味なのか今からですけど、チャーシューもね、ですね、さっぱりした味付けですし、ですね、メンマもね、結構な量が入っててですね、なんならね、食うのに困ったらということだよ。どれ食べようかなって言ってね、前も言ったら、とりあえず王将ラーメンでいいかなみたいな、そんなスタンダードさがあるですよ。何の話なのかよくわからないですけど、まあ、そんなとこですね。ほんじゃまた。